誰？3組の石田六郎。中学校の時変態を。ベースギターのことかな。あれは指の皮が熱くなる。指先の感覚が変わると作品作りに影響する。残念だがお断りする。大体僕今こいつから目が離せないんだ。コンクール出た。会長、何？フレンドの実績もあるし、学校からその活動を認められてる人物なの。真面目にやってる人。え？心当たりがあるんですか？なんでこんなものに。どうせあれはコンクールなんかに出しても相手にされない。ここのところずっとそうだったから。作品がなくなってしまって少しホッとしてるんだ。正直なところあれで入賞できるなんて思ってなかったから。もう出せないけど。いや、これで出展する。正気かよ。僕は今まで賞なんてものにこだわりすぎてた。独りよがりな作品はこれで最後にするつもりだ。まあこんなもんだがいかがかな。ん？天才？面と略されてしまいそうだね。茜色の空に風を吹かせる者たちっていうのは、こうして俺たちはまたコピーバンドだ。僕は賛成で。いつまでも続いたわけで分かる会話はやめ。それなら諦めるけど。あか、ない。よし。え、よかったよかった、本当よかった。同じだよ。火に油を注ぐということもあるのでは。まあ、トイレ。君しかいないだろ。一曲目。一体何かな。何でもないはやめてくれよ。